さあ今回はアップデートによって性能を、ね、上げることができるようになった、ステータス効果武器、その中でクライオキャノンっていうね氷のビームが、その氷のかかり方が変わったことによってだいぶねこう強くなっているっぽいと。改造が増えたりとか性能がシンプルに上がったりとかじゃないんですけど、仕組み上ね強くなったっていう感じで、これは使えるんじゃないかなと。で改造で炎をつけることもできるんで、凍らしてね燃やす、まあもともと炎ビームでいくんで燃やせますけど、かなりこれで削れるはず。ここはね、うーん、まあクリティカル率かな。いやでもビームで言うとステータス効果とかけがけなんで、クリティカルあんまり意味を持たないかな。持続的なダメージで削り殺そう。今のがステータス効果で良かったですね。来ました、クライオキャノン。敵を鈍速にするビームで、この武器一番下にバーン14で、これスロー16ってあるように、ここが上がるようになったので、これによってねより燃える、より凍る、これが可能になったから、ビームの射程を伸ばしたり本数を増やしたりして、で性能を上げれば、今まではダメージ、ステータス効果ダメージなら炎のダメージが上がるとかそういう感じだったと思うんですけど、ここで氷のねかけやすさが変わってくると。これで勝てるはずです。敵はもう氷漬け。そこでどこまでこれで倒せるかね。逆回転なんで、炎にスローがついたりすれば相当。お、咲きました。まあそう、ダメージ上げてもしょうがないから、ステータス効果ダメの方上げよう。よし、いいの出ましたね。かなりいい感じ。で氷に関してはビーム数がね少ないかな。さあもっとちょっと性能上げていきたいけど、さあちょっと改造までいかないといけないね。レベルが低すぎる。リロード、んー、いやでもこっちかな。より凍るように、よこって燃やして これはまあダメージかな。スタート下がってるんでね、元に戻す感じにして、いやだいぶ凍りますね。よし、もっともっと凍るように。ビーム本数はねもっと増やしたいね。あ、これさすがに回収範囲入れとこうか。射程これは取りましょう、より凍るようにね。で実はまだナイトラが取れてない。あ、ゴールドも、これちょっと敵強くなっちゃうので潰しちゃおうかな。もうね凍るんでね、ちょっと怖い。これ凍らせよう。凍らせるまでもなく、掘ったら経験値かな。ええ、ウェーブクッカー行って持続時間いいね。これ回収範囲かな。これで
で、この効果下げちゃダメなんで、バーンとダメージ。かっこよく。さあ、だいぶいい感じ。まずいね。急げ急げ。よし。21レベルで、さあこっから射程かな、ステルス効果ダメージは関係ないんでね。持続時間もいらんか。かっこよく、会社もいらないんで、ちょっとかっこよくしとっかな。こっち本数いって、いいね、効果ね。これ今スロー26、コレットすごいね。スタート32だ。こっちは、まあ、この改造ももともと上がっていくんですよ。この、かける回数が上がるとかなんですけど。だこっちはぶん殴る感じだね。バーン14しかないから。コレット式エブクッカーも今回ので言うと、上がるようになったから32に対して25%上がっていけばめちゃくちゃ上がっていくんで、元の値が高いほど、炎ダメが出るというところになるんで、これ相当大きいですね。もういいか。ちょっと行こう。お金ちょっとね、残して。いや、いいぞいいぞ、これ。ステータス効果にやっとね、時代が来てます。ドローンとかもね、もっと再発見していかないと。強化何回もされましたけど、これでようやくだね。これとこれ一番じゃない？こうポテンシャルを感じる。氷も最後つくし。なんかまあ氷も上げつつね。まあ一番上げたいのは氷だけど、今は。コレットシケープクッカーなら壁貫通あるんで、マップをね、最後のとこに変えて。すぐ凍るでしょ、これで。凍って燃やして。いた。さあどんどん体力が失われていく。リロードめっちゃ良くなってます。まあダメージ上げてもねしょうがないんで、リロードと効果ね、そこで十分かなと。これまあオデイでしょこの感じオデイでしょ。上にマグネットあるんで、それで取りに行くとしたらちょっとここ良くない。回復をノーリスクで取りたい。必殺の氷抜け、ちょっと食らったね。回そうかな。よし、持続時間だね。まあ取らんでもいいかもしれないけど、まあ持続時間か。これリロードいらずにしよう。ビーム数はないのかな、最終だけかな。途中ビーム数あったらね嬉しかったんですけど、たまたま出なかっただけか。大抵の武器にあるけどね、ビーム系の。オデイと火炎放射にあるけど、クライオリはないのかな。よし、かっこよく。いや、めっちゃこれで3でもダメージ増えるんでしょ、最高だね。 OK OK OK。 いや、これはまあ炎でいいか。あれ、よくよく見たらこれやばいっすね。地形終わってますけど、ここは抜けるんですと。いや、今波の武器なら死んでたんじゃない。
あ、出た。オッケー。一体だけここで殺すか。いや、敵倒れる。いいね。アーティファクトでステータス効果系欲しいな。こうもあってもいいよね。あ、新しいのだこれ。持続時間、射程、わ、ビーム本数よりいいな。1本でも出てればこっち良かったですね。射程が 50% も伸びる。ダメージは関係ないけど、うわ、どうしような。じゃ本数にします。今回は途中本数だったらあれ全然あり。イフルート、あれはちょっともったいないですよね。へへへ、遅いんじゃないの。まあこれかな。いやー、射程増えるのなんか初めてじゃない、ああいうのって。そう、今まではシナジーでしか上げてこなかったけど、めちゃくちゃいいっすね。倒せないか。死ね。ああ、だめか。死ななかった。死んだ。もらえなかった。残念。さあ、効果見てやっぱコレットいいっすね。ちょっと上がってるけど、やっぱスタートが32、ビームが16、炎が12。元がやっぱ高いほど上がるんでね。よしよし。とりあえず、ダメージいらないね。これを上げる価値なしと。じゃあ、ここの効果を上げていく。で、これも上がるんなら上がる。リロードいきますか。で、これとちょっといきたいんで、かっこよくして。ちょっと移動、持続時間。同じなら安い方がいいね。あともう一回回そう。お、リロード。すぐに。いや、これで効果だけ死ぬほど上げた武器とか作ってみたいな。ダメージ度外視の。3に関してこれ上げまくれば、食らうダメージ増える判定がいって、他の武器に相当な、ね、パワー与えてくれるんじゃないかな。か一番いい3のスタート効力の武器探して、それ上げていけば強そう。で、射程 50% 出なかったけど、まあ全体で上げることはできるからね。まあそこの道は立たれていないわけで、やっぱビーム本数多い方がいいね。やっぱ多ければ取りたかった。少ないからしょうがない。2本じゃね、きついよ。でもてか、もともとのこの効果高いコレットって最後に凍りつくけど、そこも同じなら一番凍るんじゃないかな、実は。まあ、前も多分一番凍るべきコレットだったと思うんですよ。その回転数多くて。で、範囲も広いんでね。そう変わったのかな。ちょっと。コレットこっから18ある。なさそうな気がするんだけど。まあ、狙ってみるか。こう緊急で次一瞬でこれっていかないと。で、長さでも射程でなんとかなるから、これボス用だよね。 HP の多い敵を長さで狙う狙い撃ちビーム。
そうじゃん、ローテーション。いや、コールは出会い頭にコールもんだって。さあ、ナイトラはないか。何持ってるっけ今。掘ったら経験値か。あ、はいはい。いや、こんなんなくてもね倒せると思うんですよ。もうあー、これかな。もう出てきたか。やっぱ出ない。ナイトラがないぞ。せめてナイトラであげないと。あったあったあった。アナウンサーは凍るんでね、近づくこともあるまいと。気持ちいいもんね、この凍って倒して、凍ってその間にどんどんダメージ食らっていく。まあこれかな。持続時間いきましょう。でもここで待機ね。あとはあげたいのはコレットです。まだ次のとこもあるんで、ここで12くらいまで行けば可能性はある。おビモンス、うーん、いや、でも 35% ダメージ、これも違うな。諦めるか。ちょっとなさそう。お、めっちゃダメージ、炎ね。いや、行ってもいいですけど、 10% も上がるしね、しかも追加でコレットしかも上がるし。うわー、アピームすごい出る、すごい出ますね。諦めていいの取るか。あー、オデーのビームか。こっちでいいかな。この後もクライを上げよう。ね、一番いい性能のやつか。ビーム本数出たらどの武器も取るけど、そうじゃない限りはクライオの効果上げよう。できる限りクライオでダメージ出そうと思ってないんでね。効果上げればクライオの炎も上がるから、結局まあダメージ上がる、凍りやすくなりダメージも上がって、トータルの火力は上がるはずで、そこを狙いたい。で、角っこに行ってもね、安心安全なんですよ。もう手厚い保険に入ってる波の安心感があるから、ここに行けちゃうもん。こんなとこ敵の中央を突破することができる。なかなかない、そんなことは。安定感、安心感。コレットがあったらもっと安心できるね。コレット保険。爆発だけがね、
いつ爆発するか分かんないから怖いっていうところで。左上行きたくねえな誘われてる、あっちの方に。射程50つくけど単体ならありで、ビームのシナジーがあるなら全然なくても大丈夫だね。当然あった方が伸びますけど、限界を見たければっていうところで。3本なんで途中強化で1回、たまたま運よくて赤で1回取れれば最後射程で、そうじゃなければビームかな。まあ回転が遅いからね。こっから50レベル大奇跡がないと無理だよね。いや3、普通にポテンシャルを下げてまでやることではないかな。ここだ。爆発いるよね怖え、視認性が悪いね。案外これ3やばいな。ちなみに今まで爆弾ってダメージ系武器だったんですよね、属性に関しても。そのダメージ下がる代わりにステータス効果のとこ上がるみたいな改造があるみたいで、ちょっと爆弾もね一旦ちょ次か、いろいろ使いたい武器多いんですけど、今回のプレート武器関係に関していろいろ変わりまくってて、まあ、この効果もそうですしね、遊べることが多すぎる。1日3本出しても多分当面ね終わんなそうですけど、別にまあこれかな、取らんでもいいんだけど。で、射程がこんなにもナイス。いけん3スーパーオデイポンプ。こっちもかけといてね、一緒にソースのようにベタ掛けして。いやー気持ちいい。いや遠距離がでもうざいな。リロード、ちなみに、あ、2点にはじゃあつけよう。コレッタ氷最終進化だもんな。ちょっとそこが遠いね、このデスゾーン越えられない壁。コール燃える3になる。電気だけないけど、まああれはステータス効果ダメージであるけど、なんか悪的にちょっと違うし、なくても OK かなと。コレットはいける、いける。コレットでは最後のコレットの輝きをね今あげました。あとはもうやりやすさ。15レベルだとかっこいい紫、かっこいい青が来ないとこの最終じゃ上がんないかな。そこっとかないといけないね。ビームを通したいんで、この射程生かすためには可能な限りさら地にしないと。ナイトラの漬物はこれあっても強いですね。別にその
上げなくても強いけど、上げてもそんなデメリットがないというか、足遅くても別にこれ困んないので、まあ、ボスに対してちょっと困るかな。まあでも基本的に敵は近づけないと、簡単には通るか遅いかのどっちかで、で持病のように体力減ってくんでね、指数関数的に減ってくんで、183752やっぱ上がるよね。上昇 63% こっち 130% なんで、やっぱこれめちゃくちゃ上がってますね。上がってるというか、その上げなくても上がるね、温度が高いから。170%いってたらそれこそ100超えてるわけで、相当な氷と炎の能力に最終的にはできるはずで、コレット1本、初期武器コレットっていうねそんなアイテムっていうか、まあまあまあ当面ないと思うんですけど、クラスを追加するか、なんか初期武器がこいつのキャラであればビームから1本みたいな選び方させてくれると嬉しいんですけど、編成がね決まっちゃってるのはちょっともったいないとこもあるよね。出んか、諦めよう出るかな、かっこいいね、かっこいい、なんちゅうとこに。こんな角っこ普通なら行きたくないんですけども、道が開けるモーゼのように海じゃなくてね、敵を割っていきます。わ、まあ、割らんでも通れる、なんなら。あ、ステータス効果ダメ上げとくか。ここについてないけどこいつの炎はつくと思うんだよね。こっから押しても開けるんだすごいな。あとはちょっと掘るだけですね。ビームを当てやすく。打ち作っといて。うわ、ツインズか。ちょっときついな。危ねえ。掘ってくれるみたいなんでいいですね。勝てえな考えた。危ない危ない。あ、移動上げよっかな。ちょっとこれとこっからある1で3、いや足んないね。足は行くしょ。こうー両方削りたいね。結構硬いよねこいつらね。いった、どっち今食らった。やべ、出た出た出た。あれ止めらんないのか。ツインズの HP、どうなんだろう、ちょっと見たいね。あの1体のドレッドノーとかどっちが硬いんだろう。
均等に当てていかないとマジで辛いぞ。なんかないか。あ、いいね。こっちを基本狙って、あ、しまった、狙いすぎた。やべ、確実に減ってってる。倒せない。になるなんて。いや、こっちのが減ってないな。上を見ながらやった方が体力発揮しやすいね。あの上ね、真ん中の上。次はないな。勝ったら奇跡でしょ、こんなん。やばい、ちょっと、やばい、どうでもないし、人の取れるか。もう回復はなさそうだね。よしよしよし、倒した。攻撃の感覚も速くなるかな。よし、激闘。やっぱまだ足んないな、ステータス効果だね。まあ、氷だけだとできらないですかね。あいつらが硬いのかどうなんだろう。硬かったと思うんですけど、雑魚にはね、無限強さ起こったけど、ボスか、ボスなのか。まあでも DPS 低いですね。まあでも下に行ってます。武器合計ダメージ、ざっと見の計算で146万で、まあ大体ここで300万くらい、まあここで300万くらいかな。150以下が2つと49万があるから、大体ここで300、まあ310、320万ダメージくらい。違う、49万400万ダメージくらいか。そうだね。これちょっと低く見積もりすぎたね。400万ダメージくらいと。ざっくり。400万ちょいあって。で、下3766万。400万と3000万。だこのダメージがほぼ。なんで、こっちのダメージ DPS は、もはや価値を持ってなくて、例えばこれ新しいね、提案をしないといけないとすると、例えば炎の DPS を見るとか、そういう風にしないと、武器 DPS では分かんないね、このビルドは。まだまだこのステータス効果がいろいろ増えてるけど、このゲームのね、メインとなってないのはちょっと、最終結果の見づらさがあるよね。DPS じゃないところに全てが出てくるんで、それを確認するのが難しいと。そこちょっと欲しいね。もっと詳細な。まあ、今後増えそうですけど。まあ、なんとか勝てましたね。ただ、炎がまあ、暗いようについた炎、コレットの炎、解放者の炎、3つがあってこのダメージ。霊気はまあ低いですね。コレットにつけばもっと上がったかなと。ちょっと5きついな。4かまだ。ちょっと足りなかった。